トム・フィリスはオーストラリアシドニー出身のオートバイレーサー。ホンダがロードレース世界選手権で初優勝した時のライダーである。1960年前年にマンシマ TT レースで国際レースにデビューしたホンダはこの年から本格的にロードレース世界選手権への挑戦を開始した。その第一戦のマンシマはこの年から全クラスが マウンテンコースでレースをすることになり、前年の挑戦では、クリップスコースしか経験しなかったホンダにとっては未知のコースでレースをする羽目になってしまった。そのため、マウンテンコースを知らない日本人ライダーに加えて、コースを知っている有力な外国人ライダーを乗せることになり、白羽の矢が立ったのが 125cc クラスのフィリスト 250cc クラスのボブブラウンである。 ホンダへの乗車はフィリス自らの希望でもあった。しかし、この年の満市までは全クラスを制したメガボルト、アグスタの圧倒的な速さに、ホンダは全く立ち打ちできず、フィリスも 125cc クラスで10位、250cc クラスでは一時4位を走行するもリタイアに終わった。そして続くオランダ GP でのクラッシュにより負傷してしまう。 ドイツ GP では、チームメイトのブラウンが、他のライダーと衝突して、自己死するという、結局この年はフィリスにとっては散々なシーズンであった。翌1961年、フィリスは開幕戦スペイン GP で優勝を飾るという、最先の良いスタートを切った。これが、ホンダにとっても、フィリス自身にとってもグランプリでの初優勝であった。 そして、シーズン前のメガボルト、アグスタの撤退によって、最大のライバルを失ったホンダは、快進撃を続け、フィリスは、唯一のライバルとなった、MZ のエルンスとデグナーとの熾烈なタイトル争いを、制し、わずか2ポイント差で 125cc クラスのタイトルを、獲得した。この年は 250cc クラスでもホンダに乗る、マイク・ヘールウッドがタイトルを獲得しており、 フィリスはこのクラスでも、ヘールウッドに次ぐランキング2位となっている。そして1962年シーズンのマンシマ、125cc クラスと 250cc クラスで共に3位に、入りホンダの上位独占に貢献したフィリスは、ホンダがこの年から参戦を開始した 350cc クラスに、野心的な 285cc のマシン、RC170 で出走した。 順調に3位を走行していた3周目、前を行くグレイリー・ホッキングとヘールウッドを猛追していた。フィリスは9マイル標識付近のローレルバンクで、クラッシュ、帰らぬ人となった。フィリスの友人であった、前年の 500cc クラスチャンピオンのホッキングは、フィリスの事故死に強いショックを受け、この後すぐに、グランプリから引退した。また、 ホンダワークスのリーダー的存在であったジムレッドマンも引退を考えたが、ボブ・マッキンタイヤの説得によって思いとどまっている。現在、フィリスの墓は、万島のマウンテンコースのスタートライン右側の墓地に、ある。ありがとうございます。